はい。えー、リンボック活用によるデータマネジメントの取り組みと今後の展望について、えー、私、伊藤と山村が説明させていただきます。概要については、一、えー、つ目はアベマにおけるデータマネジメント。二つ目はリンボックの活用。三つ目は活用事例の紹介。四つ目はまとめと今後の取り組みになります。アベマにおけるデータマネジメント。 サービス成長に伴うデータ活用の編成です。縦焼き機。データ要件は BI ツールによるユーザー数など指標のレポートの出力、コンテンツ利用量やプレミアム課金など決済に関わるデータ管理などがあります。データ利用状況は、レポートは Google Analytics で実施し、視聴ログはビッグクエリを取得してコンテンツ利用量を算出しています。 システムの状況は基本的に行動ログは Google Analytics に通知し、データ基盤にはアプリ起動、視聴の必要最低限のログを取得している状態でした。ビデオなど、機能増強機は、データ要件はアベマ全体の指標を定義したレポート。SNS からの流入状況の確認。データ利用状況についてはアベマの基本レポートを作成。 各コンテンツの視聴状況や SNS からの流入元などを確認。システムの状況はデータ基盤にコードログ全般を格納。データベースは GCP のビッグクエリーを利用しています。で、BI ツールにつきましてはタブローへ切り替えが行われました。レコメンダードなどのデータ活用機につきましては、データ要件は様々な観点から ABEMA の利用状況の分析がとの要望と、 レコメンドの精度の向上が求められましたデータ利用状況につきましてはユーザークラスターやセグメント、レポートの乱立関係各所からデータ抽出依頼の増加などが増えてきましたシステムの状況につきましては集計遅延解消のためのデータパイプラインの刷新やデータを整形した中間テーブルなどが増加していきました データ利活用における課題ですが、具体的にどういう課題に直面するのか、このようなサービス編成の中で起きた課題をざっと整理しました。品質については、同一指標の発が異なってきたり、デバイスごとにログの発火タイミングが変わるなど、で設計については多様なログ経路、汎用性が担保できず、レポートごとに設計。 運用については、まあ、実装に追われ最適化できない。データ説明の問い合わせに追われる。まあ、あちこちで炎上していくので、俯瞰で見て優先順位をつけて解消していかないと収集がつかない状況が生まれてしまいます。体系的な整備をフレーム化したり、まあ、フレーム化したやり方がないかなど模索したところ、ダーマディンボックというフレームワークを見つけました。辞書ではそれについてお話しします。 リンボックの活用。リンボックとは、データマネジメントの領域はいろいろ様々なバランスや人による解釈の差などを考慮する必要があります。中小レベルで開発されたフレームワークで総合的な理解と構想要素が分かり、様々な組織に適用できるものです。また、IT とビジネスの整合性という課題に対して戦略的な取り組みを 推進手法もまとまっていますそしてこのようなフレームにありがちな単なる最善回ではなくデータマネジメント領域の大半がそうであろうと思われる最善ではない状況から改善に取り組むことが考慮されていますこの3つ目のポイントが ABEMA のようなプロダクト編成が激しいサービスにおいてそのタイミングにおける最善の戦力を導き出せることは非常に導入しやすい点で魅力的でした この右の図はダーマホイール図と呼ばれるものでデータマネジメントの知識体系を定義しています。活動の中心にデータガバナンスが置かれ、それ以外の領域とのバランスを取ることが示されています。ボクの利用。ダーマの機能領域の依存関係はこのようにデータガバナンスがすべての機能領域の根底にあることを示しています。どのように利用していくかを考えると まずデータガバナンスの定義を行い評価フレームを使いながら現状の状態の可視化評価し改善方針の検討していくという流れで実践していくことになりますデータガバナンスの考え方として b i n b o におけるデータガバナンスはデータが最適にマネジメントされるようにすることであってデータマネジメントを直接実行するわけではありませんこの監督的な 意識を持つことによっていろいろな組織モデルで検討できサービス規模や編成に応じた変化に追従することができるのも前述にあった最善でない状態からの改善と同様の実用的な側面でアメバで利用する際の大きなポイントとなっています。表現状の評価と方向性についてですが現状の評価と方 構成は、能力レベルが一番低いものに注目、うん、してみると、データ利用者が増加したことによる課題とリンクしていることがわかります。データ利用者が増加する前に、能力レベルを上げることで課題、課題となる前に回避することも可能かと考えています。データ活用の方向性ですが、ティンボックの評価結果から、データモデリング、ドキュメント管理、 メタデータの課題対策に加えてデータアーキテクチャの改善が必要と判断しました。データアーキテクチャとしては、一つ目にデータフローとしては簡潔にして、対障害性を高め運用しやすくする。二つ目はアーキテクチャーズの理想状態を作成してデータ利用を分かりやすくする。三つ目は、適時性が高いデータレイヤーを加工し、さまざまなデータ要件に応えられるようにするという方向性を考えました。 こちらからは発表者変わりまして、山村が d i n b o の活用事例を紹介させていただきます。まず、データガバナンスの定義なんですけども、主に集計側のデータガバナンスの定義として、データの処理、集計処理を組織的に管理し、再現性を担保して維持するということで考えています。下の図についてなんですけども、 データを意思決定に利用する際に活用されるレポートの集計基準が真ん中のテーブルを作成する中間集計テーブルの集計基準や BI ツールに隠されたクエリの中に存在する状況になっているんですが灰色のように NORAETL と称するあまり管理されていない ETL 処理に依存していたり俗人化クエリという どのような意図で書かれたかよくわからないクエリに入ってしまっているとガバナンスが担保できてない状態と考えておりそれを下の黄色い方なんですけども共通の ETL 処理これはチーム管理で GitHub などにおいて共通でメンテしているみたいなイメージなんですけども共通の ETL 処理とチーム管理クエリといいます 集計基準などがチームの中で揃っている状態というふうにチーム資産としてメンテナンスすることで最終的な右端のレポートの集計処理の再現性を保つことができると考えています。そちらを実現するにあたって必要になったものがスケジュールクエリという大変便利な機能があるんですけどもその中に あの各自集計処理を入れてしまっているとビッグクエリ ETL 処理というのはあのビッグクエリの中でテーブルからテーブルを作るっていう集計処理なんですけどもそれをあの共通の集計基盤に載せることが難しくなってしまっているっていう状況がありましてそれらを標準呼び出し規則これは下にサンプルの SQL スクリプトを書いてるんですけども あのビッグクエリーの SQL プロシージャーという機能を使ってこの例ではスタート DT、エンド DT、ドライランっていう3つの引数を持つ関数を定義してその中でテーブル作成処理を実施するというあの中身は違っていても外からの呼び出し方が統一できるっていう仕組みを整備しまして共通の いている処理、いている処理、処理基盤っていうものに乗せることができるようになりました。で、このパラメータ3つを受ける関数の具体的な利用例なんですけども、一応、あの、主な利用用途では全て対応できるようになってると思ってるんですけども、まず、あの、開発者側、あの、あまり行動を書かない側、その、 あの、アナリストの方々でも開発ができるっていうことと、あの、パーティション、そのテーブルの変換処理で単純なケースっていうのなんですけども、日時処理でパーティションからパーティションを生成するみたいな状況も対応できているっていうのと、積み重ねるケースっていうのがあるんですけども、その、その日までの 累積等を計算して当日のテーブルのパーティションとアウトプットするっていうケースにも対応していてでまたその集計基盤がなんか調子が悪いみたいな場合にもあの手動実行することも対応できるあの呼び出し契約がそこまで難しくないんでこの3つのパラメータを手動実行することもできるっていうのとあとなんか 何月何日以降全部おかしかったみたいなこともまれにあるんですけどもその時もそのデイリーでの再実行だけでなく範囲指定で再実行して集計を復旧できるっていうのがあります。であのべき等性の担保っていう仕組みにもなっていてあの同じ日の集計を2回実行してその出力が2倍に膨れ上がっちゃうっていうのも回避するようにマージステートメントっていうのを利用して 行っておりますで次にもありまますそうです次にそちょっと先ほどの説明はあのスクリプトの内部の説明だったんですけどもこれをこの共通の処理基盤から呼び出す仕組みについて説明させていただきます。まずあの テーブルのあの作成のために必要なテーブルの完成を待つっていう処理があります。それが一番になっております。で、管理対象テーブルっていうのはそのあのこの共通処理の中で作られるテーブルのことを管理対象テーブルと言ってまして、それに関してはあのエアフローを用いてるんですけども、エアフローのタスクの完了を待つっていう仕組みになってます。 B の方の管理対象外テーブルっていうのに関してなんですけどもその外のまた別のバッジで作られるテーブルもありましてそちらはあのパーティションの作成完了、まあ、日時と週時と月時があってちょっと難しいんですけどもそれを待って完了としてますでその事前の条件が整った状態からテーブルの更新処理をあのスタート・エンド・ ドライラインの3つのパラメータを設定して呼び出します。で3番三番のグループごとっていうのが、まあ、あのテーブルを必須テーブルみたいなグループを作っていてその必須テーブル完了し,し,てしたあとに BI ツールあのタブロー側の更新処理をスタートできるっていう完了状態を渡すようになってます。 で、以上です。で、その、BI ツールの中に、あの、クエリが、あの、入ってしまって難しいっていう問題があるんですけども、その実際僕も苦労しまして、なんか、BI ツールの、あの、 ワークブックっていうものに分かれてるんですけども、ワークブックの中を開いて、ようやくカスタムスキュールっていうのが取り出せる状態になってたんですが、それだと、検索もままならないっていう問題があって、b i ツールの中に直接クエリを入れるっていうことをやめにして、クエリを入れたい場合は、まず、ビッグクエリにビューを作り、それを参照するっていうふうにしました。で、その、 ビッグクエリーのビューを直接更新してしまうと、また俗人化の状態は回避できてないんで、GitHub の管理下に入れることで、自動的にビッグクエリーにビューを反映させるっていう仕組みを構築しました。そうすることで、リポジトリの主な利用用途なんですけども、レポート用クエリーのクエリ修正をする際に、 あのプリリククエエストなどを活用してクエリをレビューすることができるようになってますでまたあのテーブルを置き換えたいみたいなその古いテーブルを新しい仕様のテーブルに置き換えたいみたいな時もリポジトリの中を検索することで一括検索置換処理が行えるようになってますでクエリにいつからこの機能入ったんだみたいなその クエリーがいつからあのこの仕様になったのかみたいなのを調べたいときも GitHub の版管理の機能を使えるんでそれで助けられることもあります。で、具体的に実現方法なんですけども自動反映するっていうのがクラウドビルドを 主に使っておりますでクラウドビルドでやってる理由っていうのはあの結構この GCP の,あの権限管理でちょっと強力な権限を使わないといけないんで GCP 内で閉じるようにしたかったなっていうのが設計意図なんですけどもこちらを GitHub のプッシュトリガーっていうのを設定しましてあの GitHub 側での更新 のイベントをまず受けるようになっています。で、丸に二番なんですけども、リポジトリ内にその反映が必要な SQL スクリプトをすべて置くようにしていて、そちらの中で Create or Replace View みたいなやつを並べておりまして、まずそのビッ g クエリ r のドライラン機能で文法などをチェックしております。で、もしその 開発用ブランチであれば、実反映は行わずに、このステップで終了します。これはあの、トレリクエストの、あの、間違った文法のファイルをマージしないようにするための機能で活用させていただいて,いだいております。で、4番の BQ クエリっていうのは実反映するっていうステップで、で、反映完了しましたら、 あの成功もしくは失敗をスラックで通知してチーム的にそのリポジトリの健全性を保つようにしております。で次にまいります。で、BI ツールの再整備なんですけどもその、まあ、ちょっとそ,のそもそも課題 課題意識として何があったかっていうのなんですけどもタブローワークブックの更新タイミングがスケジュール設定になっていたんですけどもスケジュールっていうのがあの毎日何時に更新してほしいってスケジュールになってるのが何時っていうのにあの集計遅延とかエラーとかが上流で出てたりすると間に合わないケースがあるんですよね。で のスケジュール更新に間に合わなかった場合の復旧処理っていうのにそのだいぶ人手がかかっていたその一見したところ成功してしまってるんでこれがあの間に合ってませんっていうのを対応しないといけなかったんですがそれをあのデータパイプライン編入っていうのがあのテーブルを更新完了したかどうかを見てからタブロー側に更新指令を出すっていうふうに改善しました。 でそれを実現するにあたってなんか容易にありそうなのはそのあのエアフローを使ってるんですけどもエアフロー側にタブローの,あの更新対象を見つけ継ぐをさせる構成がまあまあ容易に思いつくと思ってるんですけどもそうしてしまうとその更新対象を増やしたい時などにちょっとあの項数が増えるっていう問題があってタブロー側のその タグでの検索機能を使って更新対象を自動認識するようになっております。で、この下のスクリーンショットなんですけども、左のスクリーンショットがあのタブローのワークブック単位で Airflow のタスクを定義しているってやつで、この流度で定義した方がいいっていうちょっと試行錯誤がありました。で、右側のスクリーンショットが Slack のメッセージなんですけども、 あの成功をレポートしたいけれどあの成功をレポートするとこうあの通知数があふれ返ってしまうんであの成功はスレッド内に通知しつつ失敗はチャンネルにブロードキャストするっていう図になっておりますえタブロー側から連携がその必ずしもエンジニアじゃなくてもできるっていうところがポイントであの 各自、あの、更新設定を変更できるようになってるんで、なんか、更新設定する必要があるものとか、必要がないものとかを、このスラックで見ながら、随時調整するようにしていただいております。で、ちょっと、具体的な設定内容なんですけども、タブロー側を、Airflow で、あの、状態を読み取りたいんですが、 あのエアフローの仕組みとしてタスク定義があの数分の頻度で全タスクが再定義されてるんですけどもその内部的な仕様としてなんかそこでネットワークの,そのタブローサーバーを検索してしまうとそのタブローサーバーに余計な負荷がかかるっていう、まあ、まあ大丈夫かもしれないんですけどもより安,安定して動かすには ここの構成にした方がいいいっていうことでちょっと紹介させてていいただいておりますで1番に書いてあるのがまずそのタブローサーバーの状態を読み取るタスクっていうのが定期的に動いて Airflow のバリアブルっていうあのグローバルなキーバリューストアみたいなところにまず保存しますで2番のバリアブルに基づいてタスクを定義するっていうところが、まあ、数分ごとに動くんですけども そちらでは、依存するテーブルを、あの、先ほど紹介したんですけども、そのテーブル作成システムの完了を、ちゃんと待ってから、タブロー側を更新開始するっていう仕組みになっております。で、B の方は、まあ、あの、すごいヒント <laughs>、使いこなしのヒントみたいな感じなんで、あんま本質的じゃないですけども、あの、スラックのスレッド化っていうのをやるためには、あの、 親子関係をその子メッセージの方に親メッセージ ID を入れないといけないんですけどもそれは XCOM っていう Airflow の仕組みを使ってあのタスクインスタンス流度での変数っていうのを持ってます。でこれによりあのタブロー側が容易に更新できるようあの適切なタイミングで容易に更新できるようになって。 あの復旧処理の手間などは大幅に削減することができました。はい。以上により、評価レベルについて振り返っておくんですけども、データの利用や処理方法が俗人化した状態だと、あのレベル1っていう、何もしてない状態っていうのだと思っていて、それらを、 基礎的なシステム化が完了し部署内で共有が行われている状態っていうのに持ち上げることができたと考えてます。以上で事例紹介を終わります。まとめについては伊藤から説明させていただきます。一つ目は ABEMA におけるデータマネジメントサービス編成による乱立する課題の対応。 改善フレームの必要性。二つ目はリンボックの活用。抽象的で推進手法までが含まれるフレームワーク。途中から運用することを視野に入れた適用しやすさ。三つ目は活用事例として、えー、アベマでの活用事例の紹介とそれによる評価の変化を行わ、説明させていただきました。今後の取り組みについてですが、リンボックの評価結果を踏まえ、 データモデリングとデータデザイン、データ品質、データアーキテクチャに注力して取り組んでいこうと考えています。データモデリングとデザインは、データ要件から案件ごとに設計を進めてしまっているところもありましたので、データモデルをもとに設計が進められるよう、行動ログや中間テーブル設計の運用フローの定義を考えています。データアーキテクチャについては、データウェアハウスとデータマートの定義を行い、 汎用的なテーブル構成への改善を考えています。デバイスや機能によって異なるタイミングで行動ログが記録されることがないようい、一貫性が保てる行動ログの定義の見直しを考えています。また、テーブルの用途を言語化することで分析やレポートの品質向上を考えています。以上が今後の取り組みになります。ご視聴ありがとうございました。